ポイントにはなるんですけども、はい。これあのイエローなんかはよくあの黄色いお財布とか、はい、ゴールドのお財布あの好んで使われる方がいらっしゃるんですけど、そうですね、そういう方はあのイメージじゃないでしょうかね、はい、あのやっぱりねなんか黄色はいいわとか、そうですね、ね、でこう黄色すぎてもちょっとあれだったので色も非常にこだわって少しこうイタリアのテイストを入れたようなカラーになってます。イタリアンカラーなんですね、はい、1万500円はメーカーさんのお値段よりも 52% 半額以下ですよ、はい、これはもうお見逃しなく。前回も大人気をいただいたのがこのエナメルシリーズです。さあそしてエナメルシリーズで今度は形の違うタイプ、こちらもすでに人気いただいてありがとうございます。エナメルジッパーロングウォレット L 字型にジッパーで開けていただいて、はい、こちらはさらに大容量なんですよ。そうですね、はい、私もこれ大好きなんですけど、はい、1500円、こちらも半額になってますね。カラーです、はい、こちらがグレーになります。グレーのカラーですね、はい、この中違うんですか。やっぱりそうですね、こちらも中の生地を先ほどと同じ裏地の色ですね、はい、ラベンダー調がまずグレーですね、はい、そして上に行きますか、はい、こちらですね、はい、こちらがシャンパンですね。やっぱりシャンパン一番人気、はい、でシャンパン中はこういったラベンダー調のカラーになっています、はい、ご覧いただけてますかね、はい、さらに、はい、イエロー、こちらイエローですね、綺麗ですよね。イエローはもう開けていただくとパッと発色のいいオレンジが、なんか縁起がいい感じしますね、はい、そうですよね、なんとなくね、はい、はい、これがイエローです、はい、そして春にぴったりなぴったりですよ、ね、こちらライムグリーンですね。ライムグリーンにももうご注文どうもありがとうございます。中はこういったちょっと黒にも見えるような濃いパープルですね。そうですね、はい、シャンパンでご覧いただけますか。一番人気なのもうあのちょっとピンクがかったような、そうなんですよ、ベージュのような、はい、この色も非常に出しにくい色なんですけども、可愛らしく出てますよね。お電話集中してまいりました、ありがとうございます。でこれ見てください、ほらシボ缶が中の牛皮にもともとの皮の部分から型押しを入れてます。なので少しシボ缶が、はい、その上にエナメル加工、そしてリボンを可愛くつけてます ね、 そうですね。でこれ裏側を見ていただくとここに大きなポケットがありますので、はい、ここも領収書入れたり、はい、なんやかや使えます。で L 字にうわっと開けていただけるので非常に使い勝手いいです、はい、こちらも、カードがここに、はい、こちらもまず6枚ですね、で上に大きなポケットがあります、はい、で反対側こちらも6枚、はい、こちらも6枚ですね、上に大きなポケットがあります、はい、でコインケースということで、これもねあのこちら本当にたっぷりと開きますの で、 そうです、ね、あのすごくいろいろと入れていただけます。でここに お札入れていただいたり、お札入れがこう2つ部屋分かれてますから、そうです、ね、海外行った時にこちらにドル入れて、はい、こちらに日本円入れて、そうですあの小銭の入れ場所があるんですけども、はい、仕切り券になっているので分けて使用していただくことができます、ね、街もこんなにありますよ、はい、これがシャンパン、シャンパンご用意と半数来てまいりました。どうもありがとうございます。シャンパンの私の今日ネイルの色とすごい似てますね、はい、さあそして次はこれでしょうかね、はい、ライムグリーンに行きますかね。ライムグリーンですね。ライムグリーンも春らしいですし、そうですね、でこれエナメルのいいところは汚れたら拭いていただける、そうですね、軽く、ね、はい、あの水ついたものでもいいですし、はい、あの乾いたものでも拭いていただければすぐ汚れ落ちますので、そうですよね、はい、でこれもあのエナメルとかライムグリーンとかですとシボ感もまたよく、そうですね、一番出やすいかもしれないですね。そうですね、はい、でこれもあのイタリア産、イタリアのタンナーなんですね。そうですね、イタリアのタンナーで、そうなんです、はい、こちらもイタリアの牛革ですね、皮はイタリア製です、はい、でこちらもやっぱりシャンパン以外は、はい、